ずいな。遊びすぎた。今さらか。気づいたか。でも読み書きを増やしてったらさ、一つでもさ、言い出てる本あった方がいいんじゃないの。確かにね。特化する。これだってこれだったら8つ使えるから、読み書きパワーする。そんな使っちゃうよ友達の話。友達8人も話聞いてる。この雑談で終わるぐらいの8人の友達の話を聞く。先生、今日もよろしくね。かわいいな。心からのかわいいな。これはかわいいわ。あ、反対見るパターンだね。魚料理を食べて、あ、気づいた。これさ、周り魚とか多いんだよ、海のもの。本当だ、モテるやつだ。でしょ。ほらほら、あの写真、あのカレンダーとかもほら、でしょ。全然気づかなかった。だからやっぱ魚好きなんだよ。魚料理。なるほどな、全然気づかなかったよ。モテる男の違いだよ。モテるよな、そういうの。そういうとこだよ、やっぱり。好きな魚。これ多分ね、よくできましたよ、黒ハーブ。これは来るな。そろそろ人間だね。ほら普通です。普通か、普通。誰だよこの記録してるやつは。でも普通なんだ。普通だ。普通にいいって悪くはなかったんだ。どうしたの。邪魔ではなかったみたいだね。お話でレッスン体調レッスン、あ、レッスンどう思ってんだろう。あ、俺のレッスンどう。どう調子はどう。勉強の質問はある。ああ真面目。レッスンでわかんないことは大体その場で聞けてるから多分大丈夫なんだけど。はいはい。本番までに全部覚えてれるか不安かな。テストのことね。本番って何。本番。何やるし。何かあんの。いや何もないです。何かあんの。他の本番に心当たりはまあないけど。ないけど。ない、ない、うん、こんな感じかな。ああまたね、先生。あれ、今日はないの。休憩中のことみたいな、ポワポワ。休憩中の本番。休憩中に本番行かないの。喫茶店に本番。最低最低シンプルで最低なやつ。いや、でもこのゲームやってるやつみんなそういう気持ちでやってるもん。いや、それそうでしょう。俺だけじゃないもん、こんなの。俺が悪いわけじゃないもん。みんな絶対そうだもん。いや、もう31日だよ。ああ、もう。夏が終わっちゃうよ。宿題とかやってんのかな。宿題はどうなんだろうな、そういえば。いや、もう俺これ下に尖らすわ。もう読み書きがどんどん強くなってくる。で、体調の話題を。根性書いてあるんですよ。根性。そこ、補正が全部書いてあるじゃないですか。あ、本当だ。今更漫画だ。待って、ほら、漫画の例えを盛り込む。さっき漫画の話したもんな。うん。なるほどね。補正、あ、根性で補正いいんじゃない。根性足りないし。そうだね。こいつ根性足りないから。根性なしだからな。根性なしだからね、こいつ。虹野さんが嫌うやつ。ときめいものね。お待たせ先生。今日の科目は。何を待たせたんだろう。今日は何してたんだろう、ね。テスト前日だからね。着替えてたの。頑張るよ。やっぱ前が着替えてくれてんだよ。じゃね。もう。しつけえから制服で制服じゃねえとやる気出ねえ。先生が着替えろ。教える気になんねえって。ノートに書く雑音を出す。雑音を出す。雑音出す、雑音出す。マジないな。何これ。名著を読み解くって連鎖。ここなんだ。ああ、こう原文の勉強でもしてんじゃない。なるほど。このさ、よく落とすなって。この鉛筆を落とすアクションの時よくできました率超高いんだけど。ああそうだもん。うん、どうかな。いやこれ絶対よくできましたよ。これ鉛筆を落としたらよくできてるってことになってる。そこは見てなかったな。じゃあ抜けね。ほら、おー、取り返してきました。来たー、すげー。鉛筆を落とすと確定演出。あれが確定演出だったなんて激アツ。まさか魚群。さすが魚群。が体調の体調の話しかない。どうだ最近使ってね。うん、私スタミナはある方だしまだまだいけるよ。スタミナあるって。スタミナあるんだ。それより先生は大丈夫。先生のスタミナは、まあ先生のスタミナはまだまだありますから。
本番でも頑張りたい。本番でもね。あのね、はい、先生だって辛い時とかしんどい時は休んでいいんじゃない？あ、私に任せて。どっか一緒に連れてってあげる。あ、本当に？え、話終わった。結構休憩しちゃったね。この後どうしようか。いや、この後はそれはあれですよ、本番。いや、実際本番だよね、次。あ、でもいい。でももう来ましたよ。もうすぐテストだよ、ね。休憩、休憩パターン。あと何日だっけ？もう次だよ、終わり。明日？明日。マジ？これが最後のレッスン。最後かこれ。ごめん、どうしても眠いから5分だけ仮眠させて。あ、いいよいいよ。お、ちょっとマジで。マジでマジか。いや、ま、そんなマジで机で寝ただけだし。あ、寝とけ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 。もう起きたの？もう起きた。もう起きたの？本当は近づかなかったら起きないんですよ。近づいちゃったんですか？あ、そうなの？そうなのか。激しい動きで上がっちゃうから。絶対みんなこうやったよ。やるだろうな。絶対最終日のご褒美だと思って。これでレッスンは全部おしまいで、明日はテスト当日。来た、うん、あとは私の頑張り次第だね。そうだね。結果はどうなるかわからないけど、やれるだけやってみるよ。頑張って。結果が来たらまた連絡するから待っててね、先生。目合わせて。目そちらないよ。いや、来たな。電話かかってくるんじゃない？あの、いらない電話。バカ野郎。さあ、これで終わりだ。でも結構上がったよな、見抜く力と。特化したな。心の豊かさが上がったし。だけはね。あ、心の豊かな人間がいいよね。これはすごい。来てる来てる。お、効果の高い指導方針を選ぶ。さあ、あ、もうテストも、テストも行われたんじゃない？これ終わりましたね。結果がそろそろ出る頃ぐらい。いや、でもこれテストの結果が良かったら付き合うとかもあるよね。あ、それはどうも。うわ、ちゃんと写真設定してる。もしもし先生、どうだった？本社は何もなかったのに。テストの結果が来たんだけど。はい。今からうちに来れる？行きます。分かった、待ってるね。いや、家に呼ぶってことはさ、良かったってことなんじゃないの、普通に考えたら。ね、うん、だって悪かったら呼ばなくない？だってもう契約は切れてるからね。そうそうそう、うん、それなのに呼んでくれる。本番の後の本番が始まるんだよ、これは。始まっちゃうよ、本当に。ありがとうね、わざわざ来てくれて。どうだった？どうだったの？また、うん、あ、うん、あ、まあまあって感じだった。ああ、うん、悪くはなかったんだけど。悪くない。前の成績より良くはなってたんだ。でしょ。だから部活辞めないでいいかお母さんに交渉してみるつもり。まあ、交渉の余地ダメ元だけど。ダメ元？ダメ元なんですか？部活辞めちゃうじゃん。辞めなくて大丈夫だよ。1週間だけの先生だったけど、はい、ありがとね。いやいや、先生もこの町にいるんでしょ。またどこかで会うかもね。じゃあ、またね、先生。あれ？あれ？本当にあっさり。あれ？あれ？本番が終わりましたよ、テストのね。はい。テストの本番は終わってますよ。あれ？あれ？本番？いや、テストの本番は終わりましたから。俺の本番は。来ないね。B。あ、B？ え、どうなんだこれ。俺は B だったらもう OK って思っちゃうけどな。そうだな。え、B でも評価元なの？お母さん。あ、報酬で服もらったのかな、これ。そうです。あ、衣装。はい。え、こうやって進んでいけば、もっと過激な衣装あんのかな。もっと過激な。過激な。水着とかね。何この音楽。何そのオルゴール調の。あー、本社。これ、怒られますよ。あ、お疲れ様です。本社の鵜飼です。継続ですか。宮本ひかりさんの担当、ありがとうございました。早速なんですけど、はい、今回の依頼の結果は1週間という節目で考えるのでしたらこんな感じですよね。とはいえ、ひかりちゃんの将来のことを考えると、もう一歩、たとえ7日間の短期コースでも、もうちょい上の結果にゴールさせてあげたかったなって気もする。
いけ心に刻め説教祭に慣れていないのかもしれないですけど、生徒さんとのコミュニケーションの量が十分だったかとか考えたいところですね。雑談だって大事ですし、教えるときに話の種を用意しておくことって大事です。話の種の話そう。でもがっかりしないでくださいね。先生は愛を持ってレッスンできる人だって私信じてますから。全ての人が俺に気を使ってる。先生の愛情は教え子に必ず通します。愛の力でファイトです。優しいな。ひかりちゃんもまた教える機会があるといいですね。きっといい子だと思うので。優しいな。職場環境はいいな。職場環境はいいね。じゃあまた次の依頼があったらお電話しますね。それでは失礼します。来ないな、これ次の依頼来ないやつだ、これ。行けたら行くのやつ。あの子供もう話ししないかもな。